クソジジイの記者会見は、ディナーショーですか？ディナーショーありますかね。まあ新曲の発表やツアーやディナーショーって、まあツイッターでよくねって僕は思うんですよね。まあ奴が何を考えてるかわかんないんですけど。はい、どうもこんばんは。今日なんですけど、まずはですね、コメント紹介から行っていこうと思います。で、まあクソジジイの動画になります。皆さんどうもありがとうございます。おかげで再生数が伸びておりますということで、まず紹介するのは、こちらのコメントです。実際行った 0.1g の誤算のボーカル、緑川さんがまだ入れないって言ってましたね。チケット自分でもいで入らされたとか、ファンでもこれはって、セットリストにってね、ことなんですけど、僕実はこいつ知ってるんですよ。なんで知ってるかというと、YouTube やってますよね。で、バンドもやってますよね。で、まあ唯一意識してるんですよね。こいつどうしても再生数超えたいなって僕思ってるんですよ。全部は無理ですよ。全部は無理なんですけど、去年の、まあルナシーの夏あったじゃないですか。で、こいつライブに参戦してたと思うんですけど、まあその動画の再生数は超えたんですよ。で、ついこの間の、まあクソジジイのライブの再生数は、僕今5万なんですけど、こいつ7万9千、8万ぐらいなんですよ。まだ届いてないんですよね。で、唯一こいつだけは、まあ意識してるんですよ。まあツイッターでトレンドに上がる、まあルナシーやラストロックスターズのライブに参戦してるわけじゃないですか。で、その動画ぐらいは再生数超えたいなっていうのはあるんですよ。まあバンドの曲はダサいですよ。まあ 0.1g の曲はまあダサくて雑音で聞けないんですけど、まあ再生数ぐらいはね、動画1本ぐらいはまあ超えたいなっていうのはあります。で、今日は、この 0.1g のゴミっていうことで、バンド紹介になります。で、早速行きたいんですけど、あと1件ですね。患者さんになります。こちらです。こんな人の動画を、メンバーが万が一知ったとして、ガってなんだこれは。アリが、口に乗っているくらいしか思わないだろうな。アメリカのバンドメイドファンのおっさんは、ラストロックスターズのライブ偶然参加して絶賛してたけどねっていうコメントなんですけど、偶然じゃなくてさ、クソジジイの前座にバンドメイドが出演するって知ってたんでしょ。知っててさ、まあ、ついでに、あ、クソジジイか、とりあえず見とこうってね、そういうノリだと思いますよ。で、絶賛してたってあるんだけど、ライブに行ってさ、後悔しましたとか、行かなければよかったっていうコメント俺も見たことないよ。こんなもん見る価値ないとか、曲がダサいとか、そういうのはありますよ。そういうのはあるんですけど、ライブ行かれた方で、参戦された方で、損しましたみたいな、もう二度と行きませんみたいな、そんなコメントは僕は見たことありません。で、ここでなんですけど、まあこいつも分かってないと思うんで、海外と日本公演の違いを、教えてやろうかなっていうことで、で、まずは、こちらをご覧ください。海外の、クソジジイのバンドの、まあ、開演前なんですけど、これだけ並んでるんですよね。まあ、日本だと並ばないですよね。並ばないですよね。まあ、会場についてさ、老人と老婆が元気今ついたよ、写真撮影したり、まあ、雑談してるわけじゃないですか。まあ、海外だとこうやって並んでるんですよね。それなんでだと思います？僕チケット知らないんですけど、日本だと A のいくつとか B のいくつとか、まあ、自分の席が決まってるわけじゃないですか。で、ここに並んでる人っていうのは、日本でいうさ、最も安い席、A 席でしたっけ？まあ、A 席に当たる人なんですよ。それなんでかというと、こちらをご覧ください。僕前回、数千人入る、ライブハウス、もしくは数千人入る、まあ、クラブって言ったと思うんですけど、出入り自由ですし、日本との違いって、まあ、VIP ありますよ。海外の VIP もあるんですけど、こちらをご覧ください。こちら、これ上ですよ。この2階です。これ信じてないやついるかもしれないですけど、日本と違うんですよ。日本って、アーティストのステージの、まあ、要はアリーナですよね。まあ、最も近いところが、まあ、VIP になってるじゃないですか。でも、海外は、この上ですよ。この上の VIP に当たる席っていうのは、椅子あります。まあ、それ以外は、椅子ないんですよ。まあ、日本だとアリーナって言われてると思うんですけど、海外だと、フロアって言うんですよね。椅子ないんです。だから、先ほど並んでた人っていうのは、まあ、より近い席に、まあ、より近いというか、ステージに近いね、ところに行きたいなっていうので、並んでるんですよね。まあ、ライブハウス行かれた方ならわかると思うんですけど、キャパ200とか300で、自分がもしね、50番引いても、前行けるじゃないですか。まあ、行こうと思えば行けるじゃないですか。100番引いても行こうと思えば行けますよね。そういうことなんですよね。はい、ということで、日本と海外の違いを、教えてあげましたということでね。まあ、満席じゃないっていうのは、まあ、海外だと、まあ、出入り自由なんで、まあ、最後まで見ない人もいます。最後まで見えない人もいれば、ライブが始まって、まあ、1時間後とかさ、1時間半後に現れる人ももちろんいます。
はい、ということで、ここからは、先ほど話した通り、まあ、0.1g の誤算っていうバンドを紹介しようと思います。で、自分は全く知らないし、どうでもいい、まあ、興味ないバンドなんですけど、まあ、前回その前に引き続き、クラファンを行ってるっていう、クソバンドになります。で、YouTube チャンネルもありますんで、まあ、気になる方は、聞いてあげてくださいっていうことで、もう早速紹介していきたいんですけど、まずは、メンバーですね。結成当初は、5人だったらしいです。今現在が4名プラス、サポートドラムになります。結成2015年なんですけど、16年とも書かれておりました。よくわかりませんということで、右側は、全身バンドになります。で、次作品なんですけど、多いんですよね。結成7年でしたっけ ?7 年か8年なんで、まあ、シングル以外の曲も、かなりの枚数、リリースされております。シングルこれです。まだあります。まあ、どれがどうとかわかんないんですけどね。で、最後です。まあ、なんか気になるのはね、聞いてあげてください。で、次です。配信シングルと、配信ミニアルバムになります。で、次です。マキシングルになります。で、最後ですね、フルアルバムになります。まあ少し聞いたんですけど、ほんとクソバンドですよ。このアルバムのタイトルね、ご覧いただいて分かる通り、同じじゃないですか。この会場版やら初回版やら配信版やらね、あの X とかであったじゃないですか。なんかパーフェクトボックスとかさ、なんかバラードセレクションとかさ、まあそういうクソバンドと同じやり方ですね。まあいわゆるゴミっていうことなんですけど、あと一つあります。これがここ最近というか2022年に、リリースされた作品です。ミニアルバムと、最新のシングルになるんですかね、これ配信シングルです。サイレント、メモリーっていう曲になります。はい、で、最後こちらですね。結成7年ですか、7年で、ツアーを行うということで、まあ今行われてるんですけど、まだこんな感じで、残っておりますんで、まあ気になる方は、まあチケット余ってるんですかね、調べてないです。こちらになります。はい、ということで、ここからが、メインになります。まあ、クラファンですよね。まあ、前回は、まあ、その前ですね。その前が、200万。で、前回が、50万。で、今回の 0.1g の誤算。さあ、いくらでしょうっていうことなんですけど、こちらです。200で。こいつらもやってるんですね。やってるんですね。とか、やってたんですね。これもふざけてると思いますよ。活動5周年記念プロジェクト、2021年の、東京オリンピックを盛り上げるための、ミュージックビデオを制作し皆様にお届けしたいですよ。ふざけんなよって話なんですけど、これ200万です。200万の何 198% は396万。400近いじゃないかっていう話なんですけど、これ期間の方が、2021年の1月11日から、2月の28日ですね。これも3ヶ月、約3ヶ月になります。で、このクラウドファンディング、客に頼ってるね、ゴミバンドなんですけど、この理由です。理由知りたいと思うんでこちらです。まあ、綺麗事なんですけど、まあ、一応読んであげます。0.1g の誤算は、去年オリンピックをテーマにした楽曲を制作していました。オリンピックを盛り上げるような、気持ちが高ぶる誤算の、王道な楽曲を制作していました。が、オリンピックは延期、その楽曲も演奏することなく封印されていました。東京オリンピックを盛り上げるための新しいミュージックビデオの制作を考えついたのはいいのですが、制作を考えた時に、まず最初に、資金面の壁に、ぶつかりました。クソメガネと一緒ですよね。資金面ですよね。先ほども申し上げた通り、新型コロナウイルスの影響により予定していたライブが延期中止になることにより、本来制作費用に充てる、予定であった費用が十分に集まっていないのが現状です。いや、そんなのさ、お前らだけじゃねえじゃんっていう話じゃないですか。ですよね。本当に。バンド関係ない。だから、俺なんてさ、パチンコ屋さんはなくなったし、まあ、それに近いような人もいますよね。給料下がったとかね。何言ってんの、こいつらっていうね。本当。で、次なんですけど、こちらですね。集まった資金の使い道ですね。皆様にご協力を、いただき集まった資金は、この下ですね、ミュージックビデオの撮影費用、編集費用、クラウドファンディング手数料とかね、ミターの制作費および、発送費などです。
で、他どこか読みたいんですけど、どこでしたっけ。あ、こちら最後ですね。最後に、こんな大変な時代だけど一緒に乗り越えていこう、誤算を応援していることを後悔はさせないよ、それと万が一オリンピックがなくなったとしても今回は音源を出すから安心してねっていう。音源出すんだったらさ、クラファンいらねえじゃんって思いません？こいつらほんとクソだよね。もうクソバンドね。まあ他にもいろいろあったんですけど、まあプランの方ね、気になると思うんで、紹介していこうと思います。まずは、1万円になりますね。迷ったらこれ 0.1g の、ゴミスペシャルサンクスプランということで、もう似てますよ、どれも。なんかミュージックビデオがね、先行配信されるだとか、この写真撮れるだとか、あの直筆サインとかね。まあどれも似てると思います。これ予約で32件も来てたの。恐ろしいな。で、次は2万円です。お好きなメンバーより、あなたのためだけに送る、スペシャルサンクスムービープラン、限定50名です。限定50個でね、47名もさ予約入ってんだよ。やばいよねこれ。そんな人気あるバンド、俺曲聞いたけどいいと思わねえんだけど。というので、ね、これ何がいいのか全然わかんないよ。で、内容こんな感じです。ほとんど変わんないです。で、次3万円ですね。お好きなメンバーと、マンツーマンスタジオ体験プラン限定20名。で、これは限定20個で予約で20。もうソールドアウトしております。何が変わるのこれ。要はスタジオにね、入れるってことでしょ。マンツーマンでスタジオみたいなね、40分程度、見ることができるって。どうでもいいわ。で、次5万円です。リハーサル見学に、ご招待プラン。あのリハーサルとさスタジオってさそんな変わんねえじゃん。まあメンバーとの合わせなのかマンツーマンで入れるかの違いでしょ。で5万、これは限定20個で、まあ、予約は1件だけだったみたいです。まあこれもほとんど変わんないですね。まあリハーサルの見学ですよね。でサインやら、メンバーとの写真、なんか5分間の通話権利とかありますよ。5分間と通話権利で、次ですね。まあ、これが最後になるんですけど、あ、最後じゃなかったです。10万円、0.1g の、ゴミ丸ごとお楽しみプラン、10名様です。限定10個で、7つですね、予約が入っております。こんな感じです。ミュージックビデオのメイキング動画データとかね、お好きなメンバーよりあなたのためだけに送る、スペシャルサンクスムービー。メンバーとの写真やら、私物1点プレゼント。などなどです。で、まだ10万円あります。お好きなメンバーと、カラオケプラン、限定10名です。限定10個で、2人だけだったんですかね。お好きなメンバーとマンツーマンでカラオケ、場所は都内1時間程度。カラオケの代金はプランに含まれています。あのさ、1時間10万ですよ。まあ、10万といえば、まあ、クソジジイの VIP ですよ。まあ、VIP と同じ料金になります。で、次です。これ最後じゃないですよ。30万まだ上あるんですけど、お好きなメンバーと、テーマパークデートプラン、限定1名。これは、予約誰もいなかったっていうことなんですかね。お好きなメンバーとテーマパークに行けます。入場料はプランに含まれていますってね。まあ先ほどもカラオケもそうなんですけど、当然だよってことですよね。舐めすぎでしょこいつら。で、最後です。50万円になります。お好きなメンバーと1日夢の国デートプラン限定1名。これ1名ね、どなたか参加しております。お好きなメンバーと丸1日夢の国に行って遊びます。入場料プランに含まれております。2020年3月4日土日に、予定してたっていうことなんですけど、50万でやべえよな本当に。後悔してないのかな本当。あの、先ほどのカラオケもなんですけど、僕、クソジジイと、まあ、1000円でもカラオケ行こうとは思わないですよ。まあ、皆さんは、まあ、10万ぐらい払う方もね、もしかすると100万円払いますっていうね、私は、100万見過ぎますと、ラーメン屋のバイオリン聞きたいですみたいなね、まあ、そういうの、ね、そういう方いらっしゃると思うんですけど、いやー、怖いですよね、本当に。まあ、いい商売してるわってことなんですけど、僕、思うのは、あの、ここ最近、こういうクラファンゴミバンド紹介してると思うんですけど、まあ、個人的に思うことですよ。思うのは、別にこういうのやってもいいと思うんですけど、バンドを結成して、5年ですね。まあ、5年の間で、まあ、売れないバンドっていうのは、まあ、そこからはもう、無理でしょ。もう、これですよね。だってそうじゃないですか。で、このバンド今年7年目なんですけど、これじゃ先ほども出した通り、
もうこんなところですよ。もうキャパも狭いんですよ。もうバンドを結成して、まあ5年以内で、まあある程度曲ってできてるわけじゃないですか。まあバンドの代表曲だったり、まあエンディングに使用される曲だったりね。ある程度は形としてできてると思うんですけど、これ5年目にこんなね、クラファンなんかやってさ、もうよく協力しましたよね。って僕は思います。はい、ということで、今日は、クソバンドのね、0.1g、紹介してみました。あ、忘れておりました。こちらをご覧くださいこいつらスタッフとローディー募集してますよ気になる方は履歴書送ってあげてください誰がさ、もうね、もうオワコンでしょ、こんなバンド。僕はそう思ってるんですけど、まあね、気になる方もいらっしゃると思います。ただね、このチャンネルをね、ご覧いただいてたら、あんたら、まあ YouTube の方が稼げる人思いますよ。以上です。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。